オーストリアめ、苦し紛れにフランスと身内になりやがったか。ハプスブルッケもついに地に落ちたな。なあイギリス、フランスぶっ潰せ、フランスぶっ潰せ、フランスぶっ潰せ。フランスのことしか頭いねえな。ああ、心配するな。この大英帝国様がお前の財政だけは援助してやる。それが一番戦争を長引かせるんだよな。長引いたって心配ない。うちには潤沢な資金源のある弟がいるからな。いくらでも貸してやるぞ。イギリス、イギリス、噂もすれば弟アメリカ、はるばる会いに来てくれたのか。ぜひ、いやいや、もういろいろ大丈夫、落ち着け、一等落ち着け。だから徴収するせいか高すぎるんだよ。もうちょっと何とかしてほしいんだぞ。我慢しろ。今資金が尽ければフランスの思うツボだ。それじゃ困るだろう。だからもう困ってるんだって。俺がフランバーワンなんだ。もうとならないで、そういうふうに。もうやだよ。もう一回言ってもらっていいか。とならないでって言ってるの。近くで言ってるのは分かるから。もうやだよ。なんですぐそうなっちゃうの。俺が子供の時はあんなに優しかったの。ごちゃごちゃうっせぇな。それだよ、それが嫌だって言ってんの。優しくしてよ、ねえ、イギリスは。じゃあ俺のこと嫌いになっちゃったの。質問していいか。うん。じゃあどう優しくしてほしいんだい。包み込むように。それは物理的にか。物理的にと精神的に。そうか。じゃあ心の方はよろしく頼んだ。よし、じゃあ俺は物理的にお前を包み込んでやる。精神面を頼んだ。笑った。うん、お前は物理的じゃねえか。離れるよ。どうしたどうした。何だよ、触んじゃねえよ。分かった。どうしたどうした。なんでお前は、いや、精神面を頼むよ。どうした、近づくんじゃねえ、お前。お前は世界で一番かっこいいよ。な。世界でかっこいいのは、イギリス兄ちゃんだから。そういうのやめてもらえますか。ああ、わかった。もう俺は引っ込んどくよ、そんじゃ。そうやってあなたは逃げるんですか。目の前のことから。言いたいんだ。アメリカ、大丈夫だ。あんなのはほっとこ。分かった。二人だけの世界を楽しもうじゃないか。ああ、とにかく、お前大変だな、お前。このままじゃ破綻しちゃうんだよ。取り込み中悪いんだけどよ。無理やり資金援助しなくていいぜ。もう心配するな。この弟は成長が著しい。これ大丈夫だ。だから大丈夫じゃないんだってば。もう知らないんだから、大丈夫です。ぷい。待てよ、アメリカ。なんで待たねえんだよ、アメリカ。ちょ、待って。じゃあ一緒に歌おうぜな。ナンバーワンお兄ちゃん。じゃあお前が、うるせえな。何こういった些細な出来事から生まれるいざこざが後に大きな戦争を引き起こすことになった。Go home。 はーい。